アディクトクローズっていうブランドをやってまして、まあ、主にこういうレザーのジャケット、まあ、バイク自体も販売も整備もやってるんですけど、まあ、昔のイギリスのバイクだったり、まあ、素材だったりデザインをベースにちょっと今の要素を入れながら、もともと僕らが好きで着て好きで乗ってるもんなんで、まあ、それをそのまま商品にしてるっていうようなそういうブランドです。一般のこの合同の展示会っていうと、いわゆるアパレルの商業的な展示会が多いと思うんですけど、まあ、クラッチが母体になってて、まあ、CC ショーっていうこの集まりは好きな人が好きなものを作って、それをまた好きな人が見に来るっていうビジネスなんだけど、ビジネスじゃない、なんかこう半分遊びみたいな雰囲気なんで、まあ、そこが他の展示会、合同展示会とか、まあ、海外の展示会も含めて、まあ、ちょっと違う異質ないいところだと思うんで、まあ、僕らも半分こういうブース作ってビジネスっぽくやってるけど、半分遊びに来てるみたいなノリでやってます。まあ、やっぱり好きなものがこう一緒の人って、距離が遠くても例えばこういうところにポンって集まると一気にこう距離が近づくん でそこで話が盛り上がって仲良くなるっていう、そういうやっぱ出会いが面白いんで、まあ、なんかそれが続けばいいかなっていう感じですね。はい、あとはまあビジネスにつながれば、はい、